時は戦国末期。日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
どそこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない、刀もなく気力すらない。やつはもうただのふぬけよ。月見やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな、まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。Use the sword, and you will join me. Choose the ball, and you join your mother in death. You don't understand my words, but you must choose. So, come, boy.狼よ、そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。行為。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、アシの羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。うん、ん？狼よ、そなたからも何かあるのか。これを見越す。それはあの時に。そうか、気づいていたのだな。持っていていただきたいのです。だが、このお守りは今まで苦難を抑え、そなたを守っていた。それを超える苦難など追ってほしくはない。だから、できればこのまま持っていてくれぬか。わかりました。今しばらくお預かりしておきます。うむ、そうしてくれ。そなたが持っていてくれるならば、
私も安心だ。堀に沿って進んだ橋の下にこのアシナの城を脱するため、橋下見つけたら合図をくれ。アシの羽笛を、うん、狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て出雲へ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。
私は。すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。What the hell was that?